こんにちは、内田理央です。今日は結構 YouTube を始めてから皆さんに質問していただくことが多いアクセサリーをついにやっと紹介したいと思います。もう本当に普段からアクセサリーが大好きで、よく YouTube の動画内でもつけているんですけど、なかなか紹介するのが難しいというか、なので今日一気によく使ってる愛用品を紹介したいと思います。参考になれば嬉しいです。ダーリオチャンネル。まず今つけてるのが結構大ぶりな、よくつけてるシルバーアクセなんですけれども、こんな感じ、キラキラキラー。まず人差し指のこちらのハートはティファニーです。これはクリスマスに親友と一緒に買った友達リング、なんか友達リングっていうのが流行ってるらしいよって言って、友達リングをティファニーに買いに行きました。まあ、なんかすごいめちゃくちゃティファニーってアクセサリーっていうかジュエリーのイメージがあると思いますし、お値段もすごくピンキリなんですけれど、これは比較的とてもティファニーの中でも買いやすいお値段です。なのでちょっとした自分へのご褒美とか、パートナーの誕生日プレゼント、彼女さんへのプレゼントとかにとってもおすすめです。めっちゃ買ってよかった、すごい褒められリングです。続いてこちら、これはエルメスのリングです。とてもシンプルで使いやすいけど、ちょっと変形デザインになっています。いろんなアクセサリーと合わせやすいのでめちゃくちゃお気に入りです。そしてこちら、これもなんかこっちは1個だけどここが丸になってるっていう変わったデザインのリングなんですけど、ガーデンオブエデンっていう、まあ、インスタとか探してもらうとあるんですけど、私もここのアクセサリーがめちゃくちゃ大好きで、私がしている指輪の大半がガーデンオブエデンで買ったものかもしれません。なのでよかったら探してみてください。そしてチェーンのブレスレットもティファニーで、今ここに写ってるこちらのネックレス、ハートのネックレス、これもすごい可愛いでしょデザイン。これはまさかのシーンなんです。シーンでね、めっちゃ安かったよ。なんとこちらのハートネックレス405円。やばくない？見えなくない？なんかこういうのが結構シーンにはあって、メッキというかなんていうの、偽物シルバーなんだけど全然そうは見えない。でも全部安々アクセにすると偽物かもって思われるから、高々アクセの中に忍ばせてるって感じ。でも全然深見えしてない。本当よかった。でピアスは結構最近開けて、実は31歳にして開けました。急に反抗期が来ました。でそれで最初ファーストピアス、ジルコニアみたいな、よくありがちなやつをお医者さんで開けてもらったんですけど、なんかセカンドピアスっていうジャンルもあるらしくって、ファーストピアスが取れた2番目にするけど、まだ穴が安定してないから、できればずっとつけっぱで入れたらいいよねっていうものらしいの。だからお風呂とかも入っても錆びない素材がいいらしくって、なんか全部 99% チタンみたいなのお店をネットで探して、なんかなでしこスタイルっていうお店で買った。結構なんか渋い感じだったよね。でもそれがめちゃくちゃお気に入りで、なんかなでしこスタイルの三日月シリーズって書いてあった。こんな感じ、すっごい使いやすいです。でこれのお気に入りポイントが、なんかただこうピッて出てるだけじゃなくて、ちょっとここがくるって丸くなってるの、三日月みたいに。だからあんまりこうやって引っかかんないし、痛くなっちゃったりとかすることもなくて、これは本当に買ってセカンドピアスで買ってよかったなって思いました。今でももう安定はしてるんですけど、ピアスの穴はずっと使っています。こんな感じです。一番の愛用品は。続いてはゴールド。ゴールドはこの夏私はすごい華奢なものにすごいハマっていて、なので今このネックレスとリングを付け替えてみました。まずこのリング、なんかめっちゃ怪我してるんだけど、人を殴ったところみたいなところにちょっと傷があるんですけど、これはちょっと壁にぶつかってしまって今かさぶたになっているものなので、決して殴ったわけではございませんのでご安心ください。このリングは3連に見えてるけど、実は1連のゴールドのリングです。これもインスタで探してもらいたいんですけど、ロームっていう LOHME って書くブランドです。ここも
すごいお高くないのにめちゃくちゃ素敵なジュエリーで、ネックレスとかピアスとか何でも種類あるんですけれど、このねブレスレットもすっごいおすすめで、なんかね金と銀が混ざってるの。だからシルバーのアクセの時でも使えるし、ゴールドのアクセの時でも使えるみたいな、両刀みたいなブレスレットも持っていて、それもすっごいおすすめです。ちょっと今日忘れてしまったんですけど、気になる方はぜひ調べてみてください。そしてこちらのネックレス、この華奢ネックレスは ZOZO タウンで買えるムク、 MUKU ムクっていうブランドの金属アレルギー対応グリッターネックレスの45っていうサイズのネックレスです。華奢なちょっとキラッてするネックレスなので、多分どんな服装にも合うんじゃないかなっていうふうに思います。続いてはこちらです。まずこのネックレスはトゥデイフルというお洋服屋さんのブランドで買いました。トゥデイフルのシルバーアクセサリー全部大ぶりで、すごいデザイン性もあって可愛いのでおすすめです。そしてリングはこんな感じって出てて、まずこのお花のリングめっちゃ可愛い。これはヴィンテージエルメスショップで買ったお花のリングです。あんまり見たことのないデザインだったので一目惚れして買いました、まあ、エルメスはヴィンテージエルメスだとちょっとお安く、まあ高いものももちろんピンキリであるんですけど、お安く買えることもあるので、サイズがぴったりなものがあったらもう運命だと思って買うことがあります。そしてこちらは可愛いサファイア、なんかねスターサファイアみたいな、光が当たるとここがスターみたいにキラーってなるサファイアのリングです。これはベトナムで買いました。なんかベトナムのダナンに旅行に行った時に、ダナンとなんかもう一個なんかすごいなんかさ、ダナンから車で行く観光地で、すごいね提灯がいっぱいある街があるんですよ。ホイアン、まあ、ダナンからホイアンに車で向かう最中に右側にあった宝石ショップみたいなところがあるんですけど、なんかベトナムってゴールドとかあと宝石がちょっと日本よりも安くって、その石屋さんで石をまず買って、それを加工して指輪にその場でしてもらったものになります。すごい可愛くってめちゃくちゃお気に入りです。で今ピアスちょっと違うものを今紹介したくてつけてるんですけど、これはまたヴィンテージエルメスのピアスです。これも 2,3 万円ぐらいだったかな。でこっちがさっきも紹介したゾゾゾーンで買えるムクっていうブランドの、こういうちょっと垂れ下がる可愛い、シンプルで可愛いけどキラッとなんかモテそうなピアスです。これも 2,3000 円ぐらいだった。めっちゃ安いけど全然高見えします。可愛い。そして最近のめちゃくちゃお気に入りのリボンピアス、めっちゃ可愛くないですか。これ実はこちらもシーンで、なんとお値段285円。やばくない？おかしいでしょ、ぶっ壊れてるよね値段。めっちゃ輝いてる。めっちゃ可愛くない？なんか T シャツとかも可愛いし、ちょっとなんかドレッシーな格好も可愛いかなと思って、285円で買いました。これは本当にいい買い物。まだね売ってると思うシーンで、ちょっと載せるのでぜひ調べてみてください。最後はインスタとかでつけていると必ずどこのですかっていうコメントが来るこちらのネックレス、これはセリーヌのものです。でピアスもセリーヌを合わせてみました。セリーヌのアクセサリーはめちゃくちゃに可愛い。こんな感じ。このネックレスはチャームの部分だけでもいろいろ売っていて、付け外して使えるので、もう一個なんか丸のを持っていて付け替えて使っていたりもします。まあ今日はちょっとこういう柄物があるんであれなんですけど、シンプルなこういう黒の真っ黒ニットワンピだったりとか、ちょっときれいめなあのモノトーンとかのお洋服にとってもぴったり合うので、すごい使い勝手が良いです。なんかまあ小物で言うと次はセリーヌのベルトが欲しいなって思って、お仕事頑張ったら買おうかなっていう風に考えています。以上アクセサリー紹介でした。ちょっとまだまだお家にアクセサリーはあるので、また何か機会があれば あとは新しいアクセを買ったらまた動画にて紹介していきたいと思います。ではまたねー。